生まれた時からロッテファンだったんで上の子が小さい頃は小枝松園で生きてたから3年間我慢してやっとここまで来たなっていうのはあります。やっぱみんなで肩組んで、ね、ようやくコロナ前の応援にぐっと近づいたんじゃないかなと思います。今日から後ろから来るあの声援っていうのはやっぱり別格なものがあるんで、自分が入った時にはコロナの影響なくなって声出し応援はすごい僕も一番楽しみにしてたところでもあって、みんなで一緒に戦うんだっていう、これが千葉ロッテマリーンズの応援なんだって、若い選手にこの雰囲気を教えてあげたいです。自分も入っていくから、あの応援を聞いてなかったので、またファンと一緒にまた戦えるっていう日常が帰ってくると思うと、僕たちもねワクワクします、ね、一人一人が頑張って声出して優勝してもらえるように、はい、声出して応援頑張ります。これでやっぱあのチームもファンと一緒に日本一目指して、より一層一緒に戦えると思うので、ファンの方々が一生懸命応援できるように勝つことがあの恩返しだと思うので、それでは2023シーズン千葉ロッテマリーンズホーム開幕メンバーのご紹介です。 And now it's the time of yours 千葉ロッテマリーンズオープンデイ。 Everybody are you ready? Here comes 2023 Let's go Marines Nation。 はじめにコーチの紹介です。ヘッドコーチ兼打撃コーチ空欄和也背番号70、打撃コーチ浦田修一背番号71、戦略コーチ金子誠背番号88、内野守備走塁コーチ小坂誠背番号74、内野守備走塁コーチ大塚明背番号80、なお黒木智弘投手コーチ、小野慎吾投手コーチ、金澤武史バッテリーコーチは試合に向けたウォーミングアップなどに参加するため紹介のみとさせていただきます。続いて帯同メンバー、まずはピッチャー小島和也。佐藤マリンスタジアム2023ホーム開幕戦の千葉ロッテマリーンズメンバー紹介に先立ちまして、
コーチ、そしてベンチ入りのメンバー、一軍帯同のメンバーが呼ばれています。 WBC で世界一も経験した佐々木朗希もこのメンバーにいました。果たして千葉ロッテマリーンズ、今日チャンスに変えると望む2023シーズン、野手のシーズンとなることはできるか。そして今年は何といっても声出しの応援も4年ぶりに解禁になる、また新たな、いやかつてのあの興奮が蘇る、そんなシーズンと言えそうです。開幕からは3連敗ということになりましたけれども、このホームに帰って一気に仕切り直し、増田そして沢村の出番があってゲームを締めくくることができるかどうかも今日は注目の一戦。3年目ベールを脱いだ中森投手も2試合非常にいいピッチングをしています。野手のメンバーです。2年目の松川にはどういう舞台が待っているんでしょうか。田村も目標通りまずは開幕一軍の切符をつかみました。ルーキー福岡ではプロ初安打、ZOZO マリンでの初安打が期待されます。そして元気印、現役ドラフトで入ってまいりました大下、井上誠也も今年は順調に開幕からゲームには出ています。大混戦のショートを制するのは誰か、そのうちの一人は小川、そして茶谷、やはり岡の存在も当然欠かせないものです。さあそしてこの後はスターティングラインナップが出てきます。大きな声で一緒に盛り上げていきましょう。 And now here's Marines opening day. Everybody are you ready? Chiba Lotte Marines. Here comes 2023. It is starting lineup.さあスターティングラインナップどこから出てくるんでしょうか。千葉ロッテマリーンズ監督吉井正人、吉井正人監督が現れたのはライトスタンドの真ん中です。マリーンズネーションのコンセプト、応援と結束をテーマにセレモニーをこのファンと選手が応援を通じて結束する、そんなスタートになりました2023シーズン。ライト荻野貴司、そしてやはり荻野の存在なくしてマリーンズ優勝はなし。ライトスタンドからこの歓声を受けてスタンドからグラウンドへと進んでまいります。2番指名打者今シーズンのチーム初得点、そしていつものスマイルを見せてくれましたベテラン角中克也、目指すは初めてのシーズン優勝。背番号3番セカンド中村翔吾、優勝するためにマリーンズに残りました。キャプテンが今年のチームを引っ張ります。背番号84番開幕1軍、そしてこのホーム開幕戦は4番を務めることになりました。目指せ30本、狙え30本。5番レフトグレゴリー・ポランコ、ジャイアンツからやってきたポランコがさあパワーを見せてくれ、このゾゾマリンで大きなアーチを期待しましょう。十分すぎる期待を受けて、よりファンの歓声をその胸に受けて、初めて戦う応援歌のもとのプレーは果たしてどれだけのバッティングを見せてくれるか。安田久乃に剣の将来、まさに今年にかける思いは人一倍強い藤岡雄大、今年もショートは君のもの。佐藤俊哉がこのホーム開幕戦は務めることになりました。さあ打っても守っても全てにおいて
扇の要、大事な役割になっていきます。ブルペンでの調整中です。2年目の背番号1が果たしてチームにどういうエネルギーを、そしてパッションをもたらすのか。恐怖の9番と言われるようになりたい藤原恭太。マリーンズ先発ピッチャー西野裕二。そして先発では4シーズンぶりになります。去年は長崎でフル回転、もうすでに傷は癒えて、さあチームの中心先発メンバーとして回転を期待しましょう。先発は西野裕二です。至近距離からの大衛声援と、この名前のコールを受けてファンと一緒にマリーンズのメンバー、この2023シーズンホーム開幕戦始まります。をつなぐまさにその鉄柵の象徴、応援歌チャンピオンフラッグをつかもうぜ。この大きな旗、小さな旗、初めて感じるこのパッションを選手たちは一気に感じて、2023年シーズン武者震いをしながら臨むことになります。ホーム開幕戦です。以上が千葉ロッテマリーンズ2023シーズンホーム開幕メンバーです。今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いいたします。そして花火も打ち上がって2023ホーム開幕、そのムードは今最高潮に高まるところです。マリーンズネーション、まさに監督、選手、ファン一体となって逆襲のシーズンに臨みます。さあではその佐々木朗希投手、そして伊藤大海投手に対して、侍ジャパンのその世界一奪還、その功績をたたえての花束贈呈セレモニーが行われます。さらには吉井正人監督も当然コーチとして現地には行っていました。この3人へのセレモニーです。改めて今コーチとしては務めましたが、吉井監督と伊藤大海選手もがっちり握手をしました。いや本当に選手の2人は与えられたポジションできっちり仕事をこなしましたよね、山田さん。ね、そうですね、まあ、かなり緊迫する場面、まあ、本当にこう力を出さないといけないところでしっかり出し切りましたからね、素晴らしい活躍でしたよね。千葉ロッテマリーンズ重光オーナーから、まずは伊藤大海選手、本当に中継ぎでいいところ、いいところ、危ないところを全部救ってくれました。楽でしたと本人は言いますが、いやいや、あれだけのやはりピッチャーをまとめるのは簡単なことではなかったはずです。そして準決勝の先発含めて1次ラウンドから2試合の先発、その景色はどう広がって、それをどう生かすシーズンになるか、佐々木朗希です。吉井監督は当然経験が終わりですが、この両投手はね、本当にチームを引っ張っていくタイプですから、成長というのは楽しみですよね。そうですね、まあ、伊藤投手にしてみればオリンピックと WBC ですからね、本当ですね、本当に素晴らしい経験ができていると思いますから、まあ、さらに成長してきますよね。さっき吉井監督も、ね、インタビューで話していましたが、ちょっと準備の段階から佐々木朗希投手の感じが少し変わってきていると、これはもう先輩後輩関係なく見習ってほしいというところもあって、間違いなくあの大谷、ダルビッシュ、他の日本代表、侍ジャパンの周りの中にいて得たもの、感じたものっていうのはいかに大きかったんだなというのを感じさせるものがあります。まあ、かなり大きいですよね。まあ、そういったところを見て、いろんなものを自分のもの、自分のものにしていこうというね、うん、まあ、そういったところでしっかりこう、ね、準備っていうところができてきてると思いますから、まだまだ若いですから、もう伸びしろしかない感じですもんね。もう本当にスポンジ状態ですから、どん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 こう、ね、吸い込んでくるって感じでしょうね。もうあさっての登板は明言されていますので、本当に楽しみです。さあ2023ホーム開幕戦、この後 ZOZO マリンスタジアムは国歌君が代が流れます。ホラスボーの上センター後方国旗掲揚台にご注目ください。
開幕して4試合目、気持ちも新たに臨むこのホーム開幕戦、まさにここまでの3試合も今日の試合も全てチャンスに変えていきたい千葉ロッテマリーンズ、その先には2025上昇軍団への道筋があります。